今日はサウナの看板作りをしたいと思います。まずは板作りをしたいと思います。看板に使う文字がこちらですね、アルファベット並べる？うん、あ、いいな、気に入る、かわいい。こういうこと？いいですね。いいな。巻き用に切ってた木です。これを使いたいと思います。これをとりあえず半分に割ります。うん。で、これ使います。次はナタを使って、また半分に割っていきます。はい、割ります。一回並べてみる。うん、いいんじゃん、ほら、ああ、うん、じゃあこんぐらい落とすね。はい、おお、整えていきます。はい、久々にやった。ええー、ぐらいか。うん。どう？いい、ちょうど。かわいい。幅。表札やな。これであんまりもう整えていく感じで。うん。もうこのぐらいが余白あった方がかわいいな。あとは、ま、角取って。うん。うん、やったー。はい。うん、なん逆バージョンも見ていい？ああ、いいよ。下が明るい方がいいんかな。なんかそんな気がした。分からへん。そんな気したの。うん。うん、あ、そうなんや。この方が収まるな。うん。こっちでいいか。うん、こっちがいい。一応じゃあこれで。うん。決まりってことで、ちょっとずれへんように、この釘も可愛いねんな、釘みたいな、うん、はい、可愛い。じゃあ本気いきます。 A から、はい、いい音、いい音、あ、いいやん、ほら、かわいい。サウナ、ほんま可愛いな。え、これをどうつけますか？はい、わ、なんかこのサウナにぴったりやな、うん、看板。ここで、こう削るわ。ん？節が。節さ。う
な。どっちやろう。なんかこう真ん中までだね。ああ、いいな。ここでいい？うん、やっぱ可愛い。うん、じゃあちょっと下穴開けて、うん、釘で打ち付けまーす。いい。下穴を開けて釘を仕込みました。これで打ち付けたいと思います。はーい。はい。あ、サウナって感じだったな。なった。サウナ小屋やな。な。煙突が出てるからね。うん。